はい、どうも皆さんこんにちは。ゼ前カです。それでは今回なんですけども、ローソン銀行 ATM でスマホのみで入出金可能に使い方や自分銀行とポンタポイントで300万ポンタポイント山分け、自分銀行デビット山分け同時参加ということで、今回はローソン銀行 ATM についての話題ですね、まあ。つい最近情報がありまして、ローソン銀行 ATM でも少しあの、まあ、セブン銀行 ATM に似たような感じの機能が追加されたので、まあ、そちらについての解説と、ちょっとしたキャンペーンについてお伝えをしていこうと思います。 それではいってみましょうということで今回こちらですねカードレスで簡単取引スマホ ATM が始まりますということですね、まあ、これどういったことかと言いますと キャッシュカードがなくても、スマートフォンのみで取引が可能となります。まあ取引といっても入出金などというものになっております。まあ先ほどもちょっとタイトルの時にもお伝えしたんですが、まあすでにセブン銀行 ATM とか利用されている方であればね、まあ利用したことある方結構多いと思うんですけども、それがローソン銀行 ATM でもできるようになりましたよということになります。ですけども、現在対応している銀行なんですけども、現在は自分銀行のみが対応してます。 で、今回ですね、そのローソン銀行 ATM が対応することによって、こちら今出てるキャンペーンが開催がされます。スマホ ATM キャンペーン、ローソン銀行 ATM にて、スマホ ATM のお取引入出金で応募300万ポンタポイントを山分けというようなキャンペーンとなっております。 で、実際にこのキャンペーンどんなものか、ちょっと中に入っていこうと思うんですけども、まずこちらからですね、そのままキャンペーンページ抜粋してきました。まずキャンペーンの詳細なんですけども、読み上げると、期間中以下のキャンペーン応募サイトよりご応募いただいた方に、300万ポンタポイントを山脇プレゼントいたしますということで、まあ大事なところはちょっと下の方ですね。ただし、1人当たりの上限は200ポンタポイントまでとなりますということなので、まあこの山脇が当たったとしても、まあ上限は200ポンタポイントまでとなりますので、ここは間違い。 ないいようにお願いしますで、対象となるお取引なんですけども au 自分銀行の口座でスマホ ATM を使ってローソンに設置のローソン銀行 ATM でご出金、ご入金によるお取引をした方が対象ということですね、まあ、今下にも出てる各種紹介は対象外ということですので、まあ、とりあえずそのローソン銀行 ATM を使って入金かもしくは出金このいずれかをするというようなのが条件となりますで、次にこちらですね 参加に必要なものなんですけども、応募には問い合わせ番号及びポンタ会員 ID が必要ですということになるので、これ後ほど出てきます。で、お取引後に発券したクーポンをご用意の上ご参加くださいということですね。これも後ほど出てきます。で、キャンペーンの期間なんですけども、すでに始まっておりまして、2020年の8月の24日月曜日から9月の30日の水曜日までのキャンペーンとなっております。 でですね、まあ、以前僕の動画見られた方がいらっしゃれば分かると思うんですけども、僕、ちょっと前にですね、AU の自分銀行の解説をしておりました。ま、あ元々その AU ペプリペイドカードが欲しいなと思って、ま、あ AU ペプリペイドカードではないんですけども、<laughs> ま、それが欲しいなと思って、あ、別に年に持ってるわけじゃないんですけども、 元々それが欲しいがために AU の自分銀行を開設したということですね。けどまあまだ一度も使ってませんでした。で、ここからですね、ローソン銀行 ATM の使い方と、それに加えてキャンペーンの参加方法ですね。めちゃくちゃ簡単にお伝えします。まずざっと流れはこんな感じとなっております。1、2、3番の流れですね。まあ中に入っていくんですけども、まずここ、丸1番、ローソン銀行 ATM の取引の準備をまず行います。そのやり方はスマートフォン上で行っていくんですけども、これが一応 AU の自分銀行のトップページですね。 で、まず見ていただきたいのはここですね。まあ、ランクみたいなものがあるんですけども、自分プラスということで、僕はプラス1というものになってます。ここが結構重要です。まあ、理由がですね、ここに出てくるものになるんですけども、いわゆるその手数料というものがですね、いわゆるその手数料というものが発生します。ランクによって発生する発生しないが変わってくるんですけども、 先ほど僕のところ見ていただいたらわかるように、僕、自分プラス1というような、自分プラス1というんですかね。まあそういう風なランクになっているので、一度の、まあ、預け入れの取引の時に手数料が税込み1回に110円かかります。ですけども、普段から自分銀行ですね、利用されている方であれば、まあ月3回までであったりとか、月4回までであったりとか、引き出す時の出金の手数料っていうのはかからないようになります。 まあ僕の場合はね、ちょっとこういった発信を普段からしてるとなれば、まあ手数料は発生してでもいいから、まあ実際に使ってみようというのは好奇心が強いので、まあそこはね、温かい目で見ていただければなと思います。まあ早速ですね、自分のランクが確認できた上で次なんですけども、ここのスマホ ATM というところをタップします。そしたら画面がこんな風に出てきまして、スマホ ATM のちょっとした解説が出てくるので、これの次へをタップします。 そしたら確認画面が出てくるので、利用設定というところをタップしてください。そしてですね、まあもろもろちょっと入力するところがあるので、もしこれを行う際はですね、au の自分銀行のキャッシュカードを持った上で行ってください。もろもろちょっと入力項目があるので。で、それが終わった上で利用設定が完了したというような今の出てる画面が出てくるので、そこでここの OK をタップしてください。 で、設定ができると、こんな画面が出てきます。スマホ ATM の画面ですね。で、早速僕ちょっと入金を試してみたいので、ここの入金というところをタップします。そしたら早速、このローソン銀行 ATM を使っての取引となります。 そしてまず ATM に着いたらですね、左側に選ぶ項目あるんですけども、その時にスマホ取引というところですね、タップします。そしたらスマートフォンで QR コードを読み取る画面が出てくるので、それで読み取ってください。で、ここで、まずこの丸1番のローソン銀行エ t m ムの取引の準備ができたことになります。で、次丸2番、入出金プラスレシート受け取りという項目なんですけども、これちょっと僕がですね、実際に行ってきましたので、実際の映像を見ていただければなと思います。ということでどうぞ。 ということで僕が実際に入金した映像でございました、まあ、僕は今回ですね、まあ、手数料かかることを踏まえて2000円をチャージしましたで映像にもちょっと出てきたと思うんですけども普通の入出金を行った時の明細プラスアルファで今キャンペーン中ということでそれに関してのまあレシートが出てきたと思うんですよねなので必ず入出金した後にこのキャンペーン専用のレシートを受け取ってくださいそれができた上でこの丸3番のキャンペーンに応募を行います ということで今ご利用名細のこのキャンペーンのレシートですね。今赤くなってるところ、このお問い合わせ番号というところは今回使う番号となります。そして実際にこのキャンペーンのね、QR コードを読み取っていただきまして、するとこのキャンペーンページにつながります。で、キャンペーンの応募サイトというところをタップしていただいて、そうするといろいろ説明画面が出てくるので、ここの次へをタップします。次にまあいろいろアンケートみたいな入力項目出てくるので、 入力して進んで、いってくださいで途中にですね、ご利用明細の記載の問い合わせ番号というのが入力求められるので、その時に先ほどお伝えしたレシートにですね、問い合わせ番号というのはここに記載されているので、その半角数字20桁をここに入力して次へで進んでください。次にあなたのポンタ ID をご入力くださいということですので、まあご自身のね、持っているポンタカードの ID をですね、ここの半角数字15桁をここに入力して次に進んでください。 で、まあいろいろ入力する項目が終わったらご覧のように以上でキャンペーンへの応募は完了ですということになるのでこれで一連の流れが完了となりますまあ、ちょっとね解説を踏まえているのでちょっと長いなと思ったかもしれないんですけどもやり方は結構シンプルですのでぜひやってみたいなという方はトライしてみてくださいでついでになんですけども今ですね自分銀行スマホデビットの総額1000万プレゼントキャンペーンというのを行ってたのでこれ結構簡単に申し込みができたのでちょっと僕今実際にやってみたいなと思います ちなみにこのキャンペーンの特典なんですけども、まず上にも出てるように、自分銀行のスマホデビットの新規会員登録ショッピング利用で総額の1000万円がもらえるということになってます。まあ1000万円といってもまあ一部山分けになってるんですけども、まず特典1ですね。期間中にスマホデビットの新規会員登録をされたお客様を対象に総額800万円を山分けプレゼントということで、まあ上限は1人様1500円までとなってます。 で、それに加えて、スマホデビットで合計500円以上のショッピング利用された方のお客様の中から、抽選で500名様に現金4000円プレゼントということですね。まあ、ただし、下にも出ているように、電子マネーとかプリペイドのチャージに関しては対象外となります。 で、ちょっとやり方簡単でしたので、ちょっと僕も実際にトライしてみたいなと思います。まずは、ここのデビットカード登場。お申し込みはこちらというところをタップしてください。でですね、まあ利用規約を同意するにタップしていただいて、次に進みます。カード券目に記載するお名前も、ここも入力して次に進んでください。 でまあ、入力がもろもろ終わったら、自分銀行スマホデビットの登録が完了となります。これもう本当に見事に3分ぐらいでできますね。ですけども、この自分銀行スマホデビットなんですけども、今のところは GooglePay には対応してるんですけども、ApplePay 自体はまだ未対応ということになっております。なので、もしね、iPhone とか利用される方に関しては、まあ、ネットショッピングなどで使うのが一番ベストかなと思います。 ちなみに僕の今のこの残高の1890円の使い方なんですけども、とりあえず1000円分に関しては aupay でまあ使おうかなと思ってます。で、それに加えて残りの890円に関してはね、Amazon ギフト券の購入に当てようかなと思います。まあ、ですけども、この Amazon ギフト券の購入に関しては、まあ先ほどお伝えしたこの特典2のところですね、<laughs> 合計500円以上のショッピングの利用にまあ対応するかどうかというのはちょっと謎なとこではあるんですけども、まあとりあえず僕は今回これに当てようかなというふうに思ってます。 まあ一応ね電子マネープリペイドチャージは対象外なので、まあ、大丈夫かなというふうに心なしか思ってるんですけどももしやる際はですね自己責任でお願いします。 まあそんなこんなで今回はローソン銀行 ATM でスマホ ATM が使えるようになりましたよということについて、そしてキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ今現在はね、使える金融機関として、まあ au の自分銀行だけしかちょっと使えないというところではあるんですけども、まあまだね、これからまだ需要が増えてくるのであれば、まあさらにね、使える銀行とかが増えればね、かなりこの ATM を使う利用者は増えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあちょっと比較するのもいいのかどうかっていうのは あるんですけども、やっぱり atm はね。セブン銀行、atm が本当に優秀だなという風にはめちゃくちゃ思いますね。まあ、結構のこのローソン銀行 atm ってかなり後の方で出てきた印象ではあるので、まあ今後どんな風に進化していくのかっていうのは？ 気長にちょっと待ってみたいなというふうに思っております。まあ、今回お伝えした、このローソン銀行 ATM のスマホ ATM に関するページであったりとか、あとはポンタポイントの山分けのキャンペーンに関する公式リンク下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。